三河地震は、1945年1月13日午前3時38分23秒に、愛知県の三河湾で発生した、マグニチュード6.8の直下型地震である。また、1945年の終戦前後にかけて4年連続で1000人を超える死者を出した4号地震の一つである。震源地は三河湾で、深さは1 1トル。三重県津茂。 震度5を記録したが、震源に近い現在の西尾市などでは、震度6であったと言われる。1ヶ月前の1944年12月7日に、発生した昭和島南海地震の最大規模の余震とする説があるが、同地震に影響を受けて発生した、誘発地震とする説もある。地震発生当初は、昭和島南海地震に対して、第二次地震とも呼称された。 震度4以上の地域は次の通り。不幸津断層と横須賀断層によって起こされた地震で、断層は陸上部で 18km、総延長は 28km、最大の高低差は約 2m、横ずれ変異量は約 1m である。この地震で形成された不幸津断層は1975年に愛知県指定天然記念物に指定されている。 不幸図断層は逆断層で、隆起側での家屋倒壊などの被害規模が大きく、沈降側での被害は、断層からの距離が10メートル以内に集中した。2013年現在西尾市の妙記事には、当時の地割れが保存されている。北北西方向への延長線上には1891年、能尾地震を引き起こしたネオ谷断層体が存在し、 さらにその延長線上には1948年、福井地震を引き起こした福井地震断層が存在する。震源が浅く、マグニチュード6.8と規模が比較的大きかったにもかかわらず、被害報告はごくわずかしか残されていないために、現在に至ってもこの地震について詳しいことはわかっていない。しかし震源域の三河地域では、 昭和東南海地震よりも多くの死者が記録されており、死者2306人、行方不明者1126人、負傷者3866人。家屋の全壊は7 2十1個、半千16555個、全焼2個、半焼3個、その他24311個とされる。なお、 近年になって地震被害を報告した当時の帝国議会秘密会の即記録集が見つかっており、これによれば愛知県の発軍と壁海軍で死者2652人に達したという。一方、壁海軍、明治村の明治航空基地では顕著な被害は記録されていない。死者が多かったのは発軍福知村三十四名、西町、三和村、 横須賀村275名、壁海軍桜井町、明治村325名、ホイ軍片野原町233名などで、平坂町では堤防が4メートル沈下して79ヘクタールの水田が海水に没したほか、矢萩古川周辺では液状化現象も見られた。前述の被害が甚大な地区では、どの家族にも死者が出るほどの高い死亡率だったという。なお、 震源を離れた羽栗軍や中島軍、名古屋市から市宮市付近でも一部で家屋の倒壊があった。また、三河湾で小規模な津波の発生が確認されている。局地的な被害は他の直下型地震よりも深刻であった。被害状況は集落ごとに大きな差があり、ある集落は壊滅している一方で、隣の集落はほとんど被害がないという状況も、 随所で見られたと言われている。37日前に発生した昭和東南海地震により、構造上重要な保存が外れた半壊状態の家屋が物資及び人手不足から修理されず、新たな地震動により全壊に至った可能性が指摘されている。また、三州瓦原の産地に近いことから耐震性に欠ける瓦原吹きの家屋が多く存在していたことも、 家屋の倒壊を促進したと考えられている。1日に40から50回の余震が発生していたため、家が無事な場合でも多くの被災者は屋内に戻ることができない状態であった。地震が発生した当時は太平洋戦争中であり、当時の政府当局によって国民の戦意を低下させないことや軍事工場の被害を防ぐるため報道管制が敷かれ、 地震発生の報道はなされたものの被害規模やその後の状況などは多くが伏せられた。ただし、地元でもある中文日本新聞は比較的多い報道を行ったほか、名古屋大学教授らからなる新外地学術調査団を現地に派遣している。地震被害の報道がなされなかったことで、近隣地域からの救護団もなくさらに地震直後の行政による 組織的な救援活動が実施されたとの記録は残っていない。しかし、明治航空基地や海軍基地の軍関係者による小規模な救助及び復旧活動が行われたとの証言が残っている。地震発生から2ヶ月後から行政の手配による工作隊が組織され復旧活動が進められた。1月7日頃から始まった 全震活動は1月11日頃から活発化し、片野原町や西野浦町では、有感地震後から6回を含む全震が発生していた翌13日には一旦沈静化した。余震活動も非常に活発であり、近年に余震が特に多かったと言われる、新潟県中越地震をしのぐ数の余震が観測された。最大の余震は、 本震発生後3日目に発生した M6.4 の地震である。また前震や余震の前後に三ヶ根山周辺で夜空が発光するなどの広視感異常現象が確認されたとの報告がある。当時は10管制が敷かれており、人口の明かりである可能性は低いとされる。ありがとうございます。